腸内細菌の隠れた脅威、シーボ、腸内で何が起きている？皆さんは、シーボという言葉を聞いたことがありますか？これは、小腸内細菌異常増殖の略称で、近年注目されている、消化器系の疾患です。なんとなく感じる様々な不調、シーボが原因かもしれません。シーボとは、私たちの腸には、数百種類、数兆個もの細菌が生息しています。腸内細菌は、消化吸収の補助や、免疫力の維持など、健康に欠かせない役割を担っています。しかし、本来は大腸に住むべき細菌が、小腸で異常に増殖してしまうのが、シーボです。シーボになるとどうなるの？シーボになると、腸内細菌のバランスが崩れ、様々な不調が現れます。代表的な症状としては、腹痛、お腹の張り、下痢、便秘などがあります。また、栄養吸収を阻害し、ビタミン B12 や、鉄、脂質などが不足する可能性があります。なぜシーボは起きるの？シーボの発症には、様々な要因が考えられます。例えば、胃酸の分泌低下や、腸の運動機能の低下などにより、細菌が小腸に停滞しやすくなることが挙げられます。また、解剖学的な異常や、免疫機能の低下も、シーボのリスクを高める要因となります。腸内環境の悪循環。小腸で細菌が過剰に増殖すると、腸内での炎症が促進されます。さらに、細菌が胆汁酸を分解することで、脂肪の吸収が阻害され、栄養吸収障害につながります。これらの悪影響が、さらに腸内環境を悪化させ、シーボの症状を増悪させる可能性があります。腸管バリア機能の破綻。腸管バリアは、腸管の内側を覆う粘膜層で、体内に有害な物質が侵入するのを防ぐ役割を担っています。シーボによって、腸内細菌層が乱れると、腸管バリアの機能が低下し、細菌やその代謝産物が血中へ移行しやすくなります。これが全身性の炎症や代謝異常を引き起こす可能性や飲酒を伴わない脂肪肝との関連も指摘されています。メンタルヘルスへの影響。シーボは腸脳相関を介してメンタルヘルスにも影響を与える可能性があります。腸内細菌層は神経伝達物質の産生や免疫系の調節に関与しており、脳の機能に影響を与えます。腸内細菌層が乱れると不安や抑うつなどの精神症状が現れる可能性も示唆されています。自己免疫疾患との関連。腸内細菌層は免疫細胞の分化や機能を調節する役割を担っています。シーボによって腸内細菌層が乱れると免疫系のバランスが崩れ、自己免疫疾患のリスクが高まる可能性も懸念されています。シーボを予防改善するための生活習慣。シーボを予防改善するためには腸内環境を整えることが重要です。食物繊維を豊富に含む野菜、果物、海藻などを積極的に摂取し、バランスの取れた食事を心がけましょう。発酵食品も腸内環境を整えるのに役立ちます。また根本的な胃もたれを防ぐことで胃酸抑制剤の長期使用が必要ないようにしましょう。睡眠不足やストレスは腸内環境を悪化させる可能性があります。質の高い睡眠とストレス解消のため、規則正しい生活リズムで過ごしましょう。運動は腸管運動を促進し、腸内環境を整える効果があります。毎日30分程度の軽い運動を習慣にしましょう。この動画が参考になりましたら、高評価やチャンネル登録をお願いいたします。